どうも、なめこです。知床を目指し闘神中のうぷ主。道中の観光地に立ち寄るぜ。それでは、ゆっくりしていってね。うぷ主はただいま。北海道は斜里町にある、天に続く道。に到着したところです。まっすぐに伸びた道が遥か彼方まで続き、その名の通り、まるで天まで続いているかのような景色だぜ。そばにある名もなき展望台からは、畑と防風林、遠くにオホーツク海が拝めます。高低差があるため、道の先が空へ向かっているかのように見え、その距離なんと、驚きの 27.5 キロ。なんだってー。27.5 キロってどんだけだよ。さすが北海道、でっかい道だぜ。場所はこんな感じで、網走方面から知床に向かう場合、一番走りやすいルートとなります。地図で見ても見事にまっすぐだな。なお 27.5 キロは、東京駅から横浜駅までの直線距離と同じくらい。東京駅から横浜駅が見える距離って、すごいな。なお直線道路が続くので、スピードの出しすぎには注意しましょう。旅先でネズミ捕りに捕まっちまったら、何しに来たのかわかんなくなるぜ。反則金でうまいもの食べられたのに。って悲しくなるぜ。ゆったりのんびりまったり、安全運転で旅しましょう。こちらは先ほどの場所から600メートルほど東に走ったところにある、天に続く道のスタート地点。以前は駐車スペースもありませんでしたが、今は綺麗な駐車場が整備されています。ここからの景色は直線距離が600メートル伸び、驚きの 28.1 キロ。ちょっとしたフォトスポットもあるぜ。こちらは北側の景色で、2.6 キロほどですが直線道路が伸びています。こっちはオホーツク海だから、海に続く道、だな。なお新しくできた駐車場は、綺麗ではありますが斜面にそのまま作ってあるので、こんな感じで思いっきり傾いています。なめじるせが高いから、バタンと倒れちまいそうだぜ。移動再開。オホーツク海に沿って東に進み、ウトロを目指します。こんな感じで海沿いを走るから、左手にはひたすら海が見えるぜ。ウトロまではここから26キロ、車で25分ほどかかります。到着まで延々と車窓映像となるので、またまたキャンピングカー雑談を一つ。今回はサブバッテリーについて。バッテリー、キャンカーの心臓部だよな。なめじるには標準で、100アンペアワーのディープサイクルバッテリーが3つ搭載されています。細かい話をするとキリがないので、今回は新型のキャンカーでよく見かける、リチウムイオンバッテリーについて語りましょう。スマホのバッテリーに使われているやつか。そもそもなめじるに積まれているのは、ディープサイクルバッテリーって言ってたな。どんなバッテリーなんだ？車のエンジン始動用に使われている鉛バッテリー、あれの仲間？で、エンジン始動のような瞬間大電流が流せない代わりに、小電力を長時間流せたり、減った電気もすぐに充電すれば、劣化しにくいという特性を持つバッテリーです。昔からあるバッテリーで比較的安価で信頼性も高く、かつてのキャンカーは照明や換気扇、テレビなど、そこまで大電流を必要としていなかったので、ディープサイクルバッテリーはキャンカーにとって、相性ぴったりなバッテリーでした。
しかし近年、パソコンやクーラー、電子レンジなど、大電流を必要とする装備品が増え、大電流の取り出しが苦手なディープサイクルバッテリーでは、少々力不足な状態でした。そんな時に現れたのが皆さんご存知、リチウムイオンバッテリー。いいよ、待ってました。価格面以外では圧倒的にリチウムイオンバッテリーの方が高性能で、新型のキャンカーには続々と搭載されています。ウプ主がキャンカーに乗り始めた8年前の時点では、真夏の高温による発火、爆発、真冬の低温による性能低下など、搭載は難しいとされていましたが、技術の進歩や耐久試験などにより、問題ないレベルになったようです。スマホや EV が火柱上げながら燃える海外ニュース見ると、ちょっと怖いけどな。価格以外でリチウムイオンバッテリーの方が高性能ってことだけど、具体的にどう高性能なんだ？以下、ディープとリチウムという表現に訳しますが、まずは大型家電への耐性。リチウムは容量いっぱいまで、大電流を取り出すことができます。ディープは取り出せないのか？できないことはないですが、大電流を取り出す際に電圧が下がってしまい、またバッテリー容量が減るほど電圧も下がる特性を持つので、満充電の状態なら大電流も取り出せますが、しばらく使うと電圧が下がり、照明程度しか使えなくなります。ダメじゃん。続いて使える電気の量について、ディープの容量が 100Ah だったとしても、100すべてを使えるわけではありません。先に述べた通り、電気を使うほど電圧が下がるので、5、6割使った時点でインバーターの稼働可能電圧を下回り、照明程度しか使えなくなります。ダメじゃん。なのでナメジルなどのような大型キャンカーは、数に物を言わせバッテリーをたくさん積むことで、大容量の電気を確保しています。ナメジルは 300Ah で、使えるのは5割程度とすると、150Ah になってしまうのか。騙された感がすごいぜ。対するリチウムは最後まで高電圧を維持してくれるので、ほぼ容量通りの電気を使うことができます。続いて大きさと重さについて、ディープは 100Ah でだいたい 25kg ぐらいで、ナメジルは3つ積んでるので合計 75kg。小太りの中年おっさん1人分か。対するリチウムは 100Ah で半分の 13kg。先に述べた使用可能な電気量も考慮して比較すると、ディープで 300Ah だと、使える電気は 150Ah で 75kg。リチウムで 100Ah だと、使える電気はそのまま 100Ah で 11kg。ざっと計算しても、リチウムはディープの4分の1の重さとなります。重さは車体制御や燃費に大きく影響するから、リチウム一択だな。大きさは同じくらいですが、リチウムの方が使える電気の量が多いことを考慮すると、こちらもリチウムが圧倒的です。他にもリチウムの方が充電スピードが速かったり、充電回数、寿命が10倍あったりと、リチウムのメリットしかありません。唯一の欠点は価格だったっけ？ディープは 100Ah 1個で4万円に対し、リチウム 100Ah で10から20万と高額ですが、1個あたりの電気量と寿命を考慮すると、トータルでは圧倒的にリチウムが安いです。初期投資だけで見るとディープが安いですが、長期で考えると圧倒的にリチウムが有能です。ウプ主的には、キャンカーはすべてリチウムに置き換わると見ています。さてさて、喋っている間に次の観光スポット、オシンコシンの滝に到着です。位置的にはウトロのちょっと手前です。オシンコシンの滝はチャラッセ内側の河口付近にある滝で、落差は50メートル。途中から流れが2つに分かれていることから、装備の滝、とも呼ばれており、知床半島第一の大瀑であり、
日本の滝百選にも選ばれています。名前の由来はアイヌ語で、川下に蝦夷松が群生するところを意味するオシュンクーシから来ているそうな。なおウプ主の正直な感想としては、ただの滝じゃねでした。おいこら、そんなしょっちゅう滝を見るわけではないので、これが大きいのか美しいのかわからないし、すぐに引っ返してしまいました。ただしぶきが結構かかるので、夏の暑い日に涼みに来るのはありですね。今回はここまで。次回はウトロに到着し、昼食。知床横断道路を通り、羅臼に抜けるはずが。はずが。ちょ、何があったんだ。ご視聴、ありがとうございました。